らっしゃいませ。すいません、化石の谷を体験したいんですけれども、はい、ではこちらをお読みになって、こちらの申込書にご記入をお願いします。あ、はい、わかりました。化石の谷では3億年前のサンゴなどの化石を採集することができます。受付時間は午前9時から夕方4時まで、料金は1人300円になります。最大2時間まで体験できます。大人の方はお一人で体験できますが、小学生以下の方、満4歳以上の方は保護者と一緒に体験していただきます。4歳未満の方はご入場も遠慮していただいております。採集される方には手袋、軍手が必要ですが、軍手はお持ちでない方には1つ100円で販売しております。で、化石を採集するにあたってハンマーと保護メガネをお貸ししております。小学生以下の方はハンマーを保護者の方にお貸ししますので、保護者から借りて使っていただきます。4歳未満の方にはハンマーは使っていただけませんので、拾って探していただくことになります。化石の谷では、1人3個まで、大きさは10センチ程度以下のものを化石を採集して持ち帰っていただくことができます。ハンマーや保護メガネは、使った後必ず返却していただきます。化石の谷には尖った石などがありますので、足元には注意していただき、必ずサンダルや草履ではなく靴を履いてください。悪天候やクマなど有害鳥獣が出没した場合には、使用を中止していただくことがあります。この場合は料金の返却はいたしません。立ち入り禁止ロープの外、山側の方へは入らないでください。はい、じゃあこちら書き終わりました。はい、ありがとうございます。はい、では道具をお渡しいたします。はい、こちらハンマーと、それから、滑り止め付けの軍手になります。はい、ゴーグル、採集の時には必ずかけてお使いください。はい、それから採集した化石はこのバケツに入れてこちらにお持ちください。はい、わかりました。化石の谷で採集できる化石を紹介します。まず3億年前の化石が取れるんですが、サンゴ礁に生きていた生き物の化石が取れます。サンゴ礁ということで、よく見つかるのはこのサンゴですが、丸い模様の中に、放射状に細かい筋が入っているのが特徴です。それからウミユリという生き物の化石も見つかります。このように細長い茎の部分が見つかりますが、普通はこの丸いキラッと光る断面で見つかります。それからコケムシという生き物も比較的よく見つかります。このように細かい粒々が見えますが、この小さな粒の一つ一つの中にコケムシの個体が入って生きていたという生き物です。それからこのような二枚貝や巻き貝の化石も見つかりますが、貝によく似た、貝とは違う腕足類という生き物の化石も見つかります。それから珍しいものとしては、このようなアンモナイトの古い種類ゴニアタイトの化石や三葉虫、これは尾の部分、尻尾の部分ですが、これが見つかることもあります。それから化石ではありませんが、方解石という、このように潰れたマッチ箱のような形に割れる方解石も見つかります。化石の谷の場所ですが、フォッサマグナミュージアムの玄関を出まして左の方へ回っていきますと、駐車場の奥の方に、ここに解説の看板があります。2、3分で着きます。はい、こちらが化石の谷になります。ここに散らばっている白い石が全て化石を含んだ石灰岩です。ではまず道具の準備からですが、まず、滑り止め付きの軍手をはめます。それから、ハンマーを使う時には、目に破片が入ると非常に危ないのでゴーグルを必ず装着してください。それからハンマーですが、ここの石は硬いので、こちらの尖った方ではなく平らな方を使って叩きます。それからハンマーは非常に危険なので、周りに人がいないことを確認してから、注意して使ってください。では実際に化石を探してみましょう。一面に散らばっている石すべて石灰岩です。この石をまずハンマーで割るのではなく、落ちている石を拾ってよく見ます。いくつか見ているとこのように白い部分が、よく見ると白い部分に線が見えます。これサンゴの化石なんですね。この状態ではちょっと分かりにくいんですが、分かりにくい場合は水をつけると模様がはっきり見える場合があります。それからよく探せばこのようにサンゴがたくさん入ってる石も見つかることがあります。でよく探しても見つからない時には、大きな石をハンマーで割ると出てくることがあります。ハンマーで割る時にはこちらの平らな面、平らな方だけを使います。周りに注意していただいてハンマーで石をこのように割れると、割れた断面にこのようにくっきり化石が見えることもあります。こちらの看板にはこの化石の谷で採れる化石の種類を説明しています。ここに記されている10種類の化石の他にも、めったに見つからない、甲殻類エビやカニの仲間のサイクラスという化石も見つかりますが、化石の見つかりやすさについてはこのレア度というもので表示してあります。レア度が高いほどめったに見つからない化石ですが、レア度が一番低い化石でも、この石がもともとあった山に行ったら簡単には見つかりません。全て貴重な化石ということが言えます。ここで化石を採集し終わったら、ここから持ち出していいのは、1人3個までになります。大きさ10センチ以下の化石3個まで持って帰ることができます。見つけた化石と道具を博物館の受付の方へ持って行っていただきます。そこでご希望される方は、採集した化石を学芸員がいる時には鑑定することができます。